では、社民党の記者会見を始めます。まず冒頭、本日最高裁判所が15人の全会一致で、生殖能力を奪う、生殖能力を失わなければ、女性から男性、男性から女性にするという、性別の変更を認めないとした特例法は憲法違反だという画期的な判決を出しました。まあ、法令違憲と言いますが、法律が憲法違反だというふうな判断をしたのは、今まで存続殺人とか婚外差別とかありますが、戦後12件目です。ですから15人、全会一致で憲法違反だと本日言ったことは極めて大きいと思います。その理由も憲法13条に反すると。13条は個人の尊重、それから幸福追求権を規定した条文です。まさに生殖能力を奪う、失わなければ性別の変更できないと、戸籍上のとした特例法が幸福追求権、個人の尊重に明確に反するといったことは極めて大きいと思います。じゃあ選択的夫婦別姓だって幸福追求権に反するぞと福島みそほは思いますが、とりわけ本日の違憲判決は大きな一歩前進で歓迎したいと思います。ただ生殖能力を奪うことは憲法違反だが、その争われなかったその外観要件については高等裁判所に差し戻しをしました。今後これが議論になります。しかし生殖能力を奪うこととそれから外観要件は実はセットです。男性、女性から男性になる場合はホルモン治療で外観が変わって、この男性になるということを認められるケースがあると聞いております。ただ男性から女性になる場合にはまさにペニスとそれから睾丸、精巣を取らないとこれは外観が変わらないわけですね。つまり外観を変えようとすると実は憲法違反である、まさに生殖能力を奪うということになってしまうわけです。生殖能力を奪うことが憲法違反であるのならば外観要件を要求することも自動的にセットですから憲法違反ということになります。卵巣はお腹の中ですが精巣は外に出ていますから外観を整えるということはこれは生殖能力を奪うことで憲法違反をせよということになってしまうので、私は高裁はこれセットですからまさに外観要件を要求することも憲法違反だという判決以外は、考えられないのではないかというふうに考えております。でもそもそも外国、スウェーデンでは、この精巣手術を要件とすることに関して、過去の優生保護法の日本ではありませんが、スウェーデンはかつての優生思想に基づいたものも賠償していますが、賠償しているというふうにも聞いています。そして世界では外観要件を整えることをのみを、つまり生殖能力とは別に外観を整えることのみを要件としている国はありません。ですからちょっと先ほど言いましたが、本日生殖能力を奪うことは憲法違反である、この法律は憲法違反だという判決、全会一致を大歓迎いたします。本当に違憲と言ってくれて本当に良かったと思います。ただし生殖能力を奪うことは違憲だが外観を整えることは高裁に差し戻しました。しかし外観を整えるということを要求することは男性から女性になる場合は精巣を取ることが外観を整えるためには必要になってしまうので、睾丸を取らないと外観は整わないと考えればですね、ということはそれは自動的に
生殖能力を奪うことになり、憲法違反の行為をさせるということになりますから、これはありえないというふうに思っております。まあ、一日も早く生殖能力を取ることも、外観を整えることも、これは必要ないんだという判決が本当に出るようにというふうに思います。しかし本日、まあ、ちょっとこう言い方変ですが、保守的と言われる司法の世界で、そして憲法違反という、法律は憲法違反だということを言うことがとても少ない、12件目ですから、戦後とても少ない中で法令違憲というふうにしたことは極めて大きいと思います。生殖能力を奪うことがやはり人間にとってとても肉体的、精神的、経済的すさまじい負担で、これが人権侵害だと、幸福追求権、個人の尊重、まあ、個人の尊重に反する、13条に反するといったことは本当に画期的だと思います。憲法13条違反と言ってということを理由に違憲といった判決は私の知る限りほとんどないと思います。まあ、14条違反とかですね、婚外差別は憲法14条違反、同性婚違反は下級審ですが、札幌地裁などで憲法14条に反するというのがあります。しかし13条という個人の尊重、幸福追求権を理由に違憲としたということは画期的です。今後少数者の人権やさまざまな人権問題にもこれが応用されればと思っています。まあ、LGBTQ の人たちの人権問題が法律変えなければならない、法律見直さなくちゃいけないというふうに国会が本当に示唆されているわけで、まあ、生殖能力も外観要件もなくす法律改正を目指して頑張っていきたいというふうに考えています。まあ、喜びも半分かもしれませんが、当事者の皆さん喜んでらっしゃるんじゃないでしょうか。また肉体的、精神的、経済的な多大なる負担を課し、生殖能力を奪うことまでを要求するということに関して最高裁が厳しい判断を示したことは歓迎をしたいと考えています。それでは次に、パレスチナ・イスラエル状況について申し上げます。フランスのマクロン大統領がイスラエルに行き、人道的停戦を申し入れるということが新聞報道に載っています。 EU が人道的停戦について協議をする協議を考えているということも新聞報道をされております。そして、国連の4つの団体も停戦をすべきだということを言っております。本当に停戦をすべきじゃないでしょうか。今も市民の命が奪われている。ただイスラエルが地上戦を行った場合には、本当にもうすさまじく子どもが、市民が、高齢者が、あらゆる人が犠牲になってしまいます。今言うべきはまさに停戦すべきだ、人道的停戦をすべきだということです。社民党はそれを大きな声で言います。そして政府も、日本政府もそれを言うべきだと考えています。岸田首相の国会での答弁はそこがはっきりしません。沈静化するようにというふうに答弁で言っていますが、沈静化って一体何を言ってるんでしょうか。まあ、人道的停戦をすべきだと日本政府は言うべきです。1973年、日本の二階堂官房長官がこの状況に関してやっぱりはっきり発言をしております。日本はパレスチナを支援し、中東の和平についてアメリカとはまた違う、他の国とは違う立場で発言をし、人道的支援をしてきております。日本はここでやはりはっきり発言をすべきですし、フランスのようにやはり国際的な中で活動すべきである、発言をすべきだということを強く申し上げます。なかなか困難かもしれませんが、衆参の国会で人道的停戦をすべきだという決議を出せるように社民党は働きかけていきたいと考えております。現在、今日は午前中参議院の本会議、午後は衆議院の本会議、明日は参議院の本会議があります。まさに岸田首相の所信表明演説に関して代表質問が行われています。皆さん聞かれてどう思われますか。
一つ目、経済、経済、経済といった岸田首相ですが、トンチンカンだと思います。増税なのか減税なのか、間違いなく5年間で43兆円、防衛予算の大増税です。そして少子化についても増税しなくてはやっていけません。その具体的なプログラム、方策、図を示さないまま、ちびっと減税で、その減税もはっきりしません。まあ、これこそ報道によれば、来年、4万円ほど所得税減税、いやこれは高額所得者についてはあまり影響がないからやるべきでないっていう世耕さんの意見もあったり、4万とかですね、その少額をしかも来年春に、しかも1年限りというように極めて限定的です。これでは焼け石に水ですし、しかも今生活に困っていて年を越せるかどうかっていう中で、この減税はちびっと減税、そして大増税を隠すための詐欺的減税というふうに言わざるを得ません。詐欺的減税を少しやっても本当にしょうがないと。でこれはですね、全く本当に意味がない、意味がないというかあまり役立たない、先行きがこう見通せない中で、ダメだというふうに思っています。庶民増税、消費税増税などを将来言うのではなくて、公平な税制の実現こそすべきです。で今日本会議で維新の日本維新の会の馬場代表が、身を切る改革ということをおっしゃって、税金の無駄遣いを、身を切る改革ではないですね、税金の無駄遣いをなくせという質問をされていらっしゃいました。だったら万博、お金が膨れ上がる万博こそまさに無駄遣いじゃないでしょうか。こういう問題も社民党はしっかりやっていきたい。国税使うなと、税金で賄うなと、見通しがつかないことをやるなということを言いたいと思っております。その意味ではイスラエルとパレスチナの、停戦の問題にしろ、経済政策にしろ、総理がの答弁は、曖昧で、はっきりせず、十分な答弁、何かこれをやりますっていう答弁ではなくですね、いろんなことを、なんか何をやるのかまだよくわからないという、そんな答弁になっていると思います。岸田さんの答弁もこんなんでちっとも納得しないよということで、社民党はしっかりまたこの臨時国会戦っていきたいと思います。以上です。で今日幹事長、服部良一幹事長に来ていただいてますが、社民党の生活再建のための緊急提言についてもまたいずれ発表したいと思います。あれですね、みんな3回言うのが流行って、経済経済経済って総理が言って、今日玉木さんが賃上げ賃上げ賃上げと言っていました。社民党は2つ、1つ目は生活生活生活、それからもう1つは5件5件5件と言いたいと思います。まあ平和平和平和ですかね、と言いたいと思います。以上です。幹事長何かありますか？はい、質問どうぞ。はい、すいません、 NHK の森と申します。はい、ちょっと関連しない2点お伺いしたいんですけど、はい、1点目は先ほどありましたように、その衆参の国会で人道的停戦を出せるような働きかけをしたいということだったんですが、はい、なんか具体的にお考えとかってあって。そうですね、いやこれは議運の人たちに少し、あ、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。これは議員の人に話をしたり、立憲や他党の人たちに話をしたり、それから残念ながら私は所属してないんですが、日本パレスチナ議員連盟の人に話をしたり、まあ、今いろんな党の、さまざまな党のさまざまな人に話をしている状況です。わかりました。はい、あと冒頭には特になかったんですけど、参議院の今日の本会議で世耕議員が、まあ、党内なのにもかかわらず結構首相に対して苦言を呈するような質問があったと僕は印象を受けたんですが、なんかその辺のところを福島さんとしてはどう受け入れると思いますか？はい、ありがとうございます。まあ、おっしゃる通りで、アベノミクスのいい点と、それからその中での批判を
おっしゃってましたし、それから岸田首相もしっかりやるべきだということを言っていました。で、私はそれも鼻じろむというかですね、じゃあでもそれやってきたの自民党でしょっていうことなんですよね。それから説教垂れ垂れ演説でしたよね。でもそれは自民党の中でやってくださいと、自民党の中でやってくださいというふうに思いました。それはあれは代表質問、私はでも正直言ってイスラエルとパレスチナ問題に関して、独自の今まで外交をやってきたとか、世耕さんの代表質問の中になんかこの部分はちゃんとこう、ところは納得できるというか、だから独自の外交をすべきだという部分とかありましたから、全部真っ黒というふうには思わないのです。ただ代表質問というよりは、自民党のなんかこう上から目線の総理に対する説教垂れ垂れ演説だったので、それはなんか自民党の中でやってくださいと思いました。しかも私野党として非常に問題だと思うのは、アベノミクスの時に積極財政をしなかったのが問題だって言ってましたよね。それってちょっと待ってよ、あなたは自民党の幹部で、アベノミクスの時のまさに官房長官だったり有力者だった今もですが幹部なわけじゃないですか。だからアベノミクスの時に積極財政でやらなかったからこうなったんだって、なんかこう人ごとのように言われてもそれは違うというふうに思っています。ですから実はその積極財政という部分は少し理解できるんですが、じゃあその岸田さんが言っているコストカット経済、あるいは新自由主義やいろんな点についてどういう考えを取るのかっていうのがよく分かりません。ですから上から目線の説教を垂れ垂れ苦言を呈する演説ではあっても、何を総括し何を問題としているかは実はよく分からない。それから総括やるんだったらそれ自分も含めてきちっと総括してくださいと。で、自民党の政治の総括だったら本会議の質問じゃなくって自民党の中でやって結論言ってください、時間の無駄ですというふうに思いました。なんかもう同じところでですね、ところで苦言を呈しますみたいな上から目線で、総理に説教をされてもですね、野党としては何言ってんだ、それは自民党がやってきただろうというヤジを飛ばしたくなるような気持ちでした。ちょっと異例ですね。いや、なんで、ね、そんなあるんですか。なんかちょっとすごい上から目線でしたよね。見なしになります。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと私も冒頭以外のところで2つお伺いさせてください。1つがちょっと直近の会見に来れてなかったので補選について伺えればと思います。広田はじめさんが徳島高知で、野党候補一本化の結果を勝ち取ったというような結果が、次期衆院選にとってどういう意味をもたらすのかという点と、あとその、昨日、今日の報道で言われてますけれども、そういったその野党一本化の意義が言われている一方で、立憲民主党と公共産党が連携をと、傍ら国民民主党がそれに拒否反応を示しているといったような、こうちょっと野党の中でもなかなか足並みが揃わないといったような現状を、どういう選挙協力というか、連携が理想的であるというふうに福島さんとしてはお考えになっているかというところをお聞かせください。はいはい、ありがとうございます。補欠選挙の結果は、いわゆる1勝1敗で、長崎4区の末次誠一さんはとってもいい候補者で、応援に行ってもすごい頑張って、本当にみんな頑張ってたので、本当にこれは残念です。ただ広田はじめさん、三田両方推薦をしておりましたので当選は嬉しいです。しかももともとこれは保守というか自民党の議席を、ゼロ打ちで、つまり8時0分で、野党統一候補が取ったというわけですから、これはとても大きいというふうに思っています。所信表明演説で総理が変化をつかむ力とか言ってましたが、民意が離れているという変化を掴んでないのは総理ではないですかということで、私は経済経済経済って国民言われても、生活生活生活でしょっていうか、国民の生活実感とやっぱすごく遠いんですよね。ですから国民の生活実感からかけ離れた政策しか言わない今の自民党には、で地域は疲弊していますから、もうなんかちょっと愛想が尽きたっていうか、この人たち言っても言っても分かんないんじゃないっていう感覚がもうちょっと出てきてるんじゃないか
というふうに思っています。その意味ではもう社民党のチャンス、野党のチャンス、これこそで、軍拡大増税も含めた今の岸田さんの何も考えないけどすごく悪いことをするっていう今の政治を本当に変えていくチャンスだと思っています。で、野党共闘ですが、あの社民党は、まあ、野党共闘の立場です。そして野党です、野党というか政党が違うわけですから、それぞれ考えが違い、自分の政党も可愛いから打ち出したいっていう気持ちは十分理解ができます。だから唯一というかですね、今の自公政権が国民の側を見ていない、今の自公政権では国民は幸せになれないというこの部分で自公政権を変えようという一点において一緒に力を合わせることができれば、その後はその地域によってもこれは違うわけです、社民党と立憲、それから共産党、国民民主、連合、いろんなところの立ち位置もちょっとずつ違うわけですよね。課題も実は県などによっても違います。ですから そこはもう百も承知で、いろんな連携のあり方で今の自公政権のとにかく変えていく、政治を変えていくということをとにかくやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。まずもう一点が、これは明日の、まあ、報道が主になるかなというふうに思っているんですけれども、まあ、自民党で今文科政務官を務めている山田太郎議員について、まあ、長年ぶり関係にある女性の回収行為の疑いが持たれているということで、週刊文春の方が今朝ネット版で報じているという、はい、件がございまして、インターネットやってる山田さん、あ、そうですね、文科政務官の山田太郎、はい、議員ですね。まあ、教育行政を司るような、まあ、文科政務官に起用されている、まあ、この妥当性でしたりとか、まあ、関田美代議員の件も含めて、まあ、岸田総理 その任命、まあ、人事の任命といいますか、まあ、そういった任命責任についてもしお考えなどがあればと、まあ、ちょっとこのニュースをもしかしたら今聞きに行ったと思うので具体ないのかもしれません。その山田太郎さんは野党時代に知っていたので、ちょっと今実は初めて聞いてちょっとショックですね。それはやっぱり回収行為っていうのは良くないというか人権侵害だというふうにも思いますので、もう本当にそれは残念ですね。本当にしかもそう、正直言って自民党も含めた議員の中で回春ってすごく、すぐ出てくるじゃないですか。それは私は本当に本当に残念というかですね、人権侵害だっていう感覚を、まあ、持ってほしいというふうに思っています。アンチョコだっていうふうにも思いますし、問題だというふうに思います。ですからもしそれが真実であればというか、それはきちっと説明責任尽くして、なぜかどうしてか、そして、出処進退も含めて考えられるべきだと思います。そして、やはり、任命責任があると思います。しかし例えば長崎4区の選挙の時に自衛隊の政治利用をと思われる発言をした、まさに木原さん、木原防衛大臣をはじめとして一体何考えてんだというか、それぞれ過去の発言もひどいですし、本当にもしかしたらこういう人たちしかいないのかしらっていうぐらいちょっと本当にひどいということを思っています。で、杉田水脈さんの発言に関してはまさに法務省の人権擁護局のセクションが、札幌とそれから大阪が人権侵犯だとかで言ったわけじゃないですか。で、それはコスプレおばさんっていうことがアイヌ民族の衣装を着る、あるいは韓国、朝鮮の民族衣装を着ることを、そのアイデンティティと複合差別、差別のことを女性差別撤廃委員会に飛び火葬に行っているときにコスプレおばさんと揶揄するっていうのは本当に人権を全く理解していないというふうに思います。で、それについて、自民党の中の要職につけたわけですよね。環境部会長、副部会長代行ですか。でそのことそのものが本当に問題であると。それは自民党がそういう考え方なんですか、あるいは人権問題について全く考慮しないということなんですかというふうに思います。だからなんか最近だんだんですね、 A がダメ、 B がダメっていうより、もう自民党政治は元から立たなきゃダメっていう
なんかというふうにとても思うようになりました。埼玉の、子ども虐待禁止条例改悪、案はたくさんの人の声で、委員会は通過したけど本会議では取り下げを自民党はしました。でもあれが問題だと、子どもたち独自で登下校ダメよ、自宅にいるのもダメよ、高校のお兄ちゃんお姉ちゃんが小学生見ててもダメよ、ゴミを出しに行くのに子ども一人で置いてちゃダメよって、じゃあ夜寒い時に3歳か1歳の子どもを連れてゴミ出しに行くんですか、お母さんは仕事辞めなくちゃいけないんですかっていう、もうとんでもないのに、もう生活のリアリティがない、人権感覚がないっていう、これ自民党の2大本当に欠陥だと思います。生活のリアリティがない、それから、なんて言ったっけ、人権感覚がない、でそれは自民党自身がもう持っている欠陥なので、もう自民党政治を変えるしかないと思っています。ありがとうございます、はい、よろしいでしょうか。はい、でも今日は最高裁の判決が画期的で、でも実は最高裁が判決を出す前に、国会で法律改正とかが本当に進まない、むしろ後退していっているっていうようなことに、後退っていうか、ね、LGBTQ に関してなど、やっぱり保守的な最高裁より国会がひどいっていうのは、やっぱり国会を変えるべき時だと思います。で今日服部良一幹事長に来ていただいてますが、社民党の生活再建、経済と生活再建のための緊急提言も含め、社民党これからどんどん出していきますので、人権問題も含めてどうかよろしくお願いします。生活生活生活、平和平和平和、5件5件5件で頑張ります。よろしくお願いします。